どうもこんにちはです,今回ですね、Yahoo メール l を使っている方で、まあ、僕からのメールを確実に読む設定のやり方っていうのを解説したいというふうに思ってます。よろしくお願いします。で僕はですね、普段あまり Yahoo を使わないので、ちょっとメールが少ないんで説明しにくいんですが、考え方を話すんで、ちょっと同じように作業やってみてください。でまず、このようにログインをしたら、ここの設定っていうところをクリックしてもらって、一番上にあるこのメールの設定っていうところをクリックしてほしいんですね。 そうすると、このような画面が出てくるので、左上のこのメール管理ってところの上から2番目、フィルターと通知設定、ここですね、ここをクリックしてもらって、で、まあこれちょっとさっき練習でやっちゃったんですけど、まあこういう風に名前を入れていくわけですよ、細野さんとかって入れて。で、まあ僕のメアドをここに入れて、で、まあフォルダをもし作るのであれば、こうやって細野さんみたいなフォルダ作って、 で、えー、最後、こうやって保存ってやると、ここに保存サンフォルダーっていうのができるんで、まあ、今後僕からメールが届いたときは、この保存サンフォルダーに入ってくるっていうことなんですよね。で、これをやってほしい。で、迷惑メールに入ってるときの解除の方法は、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、あ、まあ、このメールがですね、これももひきし迷惑メールですけど、 迷惑メールでないときは、ここの迷惑メールではないっていうボタンを押していただくと、迷惑メール認定が解除されるんで、定期的にですね、1ヶ月に一度もメールしないっていうことはないんで、細野さんから最近メール来ねえなって思ったら、迷惑メールの中も見ていただいて、もし入ってるってことがあったら、もすべての僕から届いてるメールを解除していただき、今説明したそのフィルター設定で細野さんフォルダ作って、確実に読める環境を構築して、自動で僕からの情報が常に届くっていう状況を作れば、 作っていただければというふうに思っています、えー。ちょっとね、えー、お手数なんですが、ぜひよろしくお願いいたし、よろしくお願いします。えー、じゃあ、今回の動画はですね、以上となります。ありがとうございました。